ロンのサブトリムだけど、こんなもんかな。21、左右、右、確認 OK。では早速飛ばしましょうと。おお、風に向かって結構飛ぶ。オーバーコントロールになっちゃう。エキスポを入れて、なかなか十分かな。今日はかなり風が強いです。3メーター以上あるかな。ベルロンがね、おかしい効き方が。かなり出てから突然機体が傾く。そして3Gが効いて、ジャイロが効いて止まっちゃう感じ。他のダはそんなことないです。浮きがなかなかいいので、そのままの飛行もできるかな。少しアップ打たないといけないな。パワー感は十分です。まずロールがゆっくりできるのと、ループがゆっくりできるのと、あとロール、連続ロールもエレベーター当てれば全然問題なし。右ロールも OK。